中日大島洋栄レギュラー剥奪で左の代打切り札に。まあ和田より急ぎいいのは好感持てるかな。大島は頭良さそうだな。こいつより打てるやついるの？どうせ最終的には大島がレギュラーやろ。八球達、大島より打てる若手出てきたのか。なんでレギュラー剥奪？結局達波は長打を打たないと使わないんだよ。自分の采配で点を取ろうという発想はない。2000本打ったらレギュラー卒業って割とあるあるよな。打撃いろいろより守備があかん特に肩。まあ年齢考えたら妥当ではある。数試合の勝ち負けが変わったところで育成の方が大事やしな。問題は立浪に育成なんてできるのかだが、外野のアヘタンなんて一郎ぐらい打たんと勝ちないやろ。落合にやられたことを未だに恨んでるのに他人には臆面もなくしいる最高。怪我しないベテランの扱い方はむずいよね。怪我して離脱とかなら外す理由ができるけど、ずっとレギュラーにしてたら自身の球団通算安打記録抜かされてしまうからね。首位打者取れるだろうと思ってたけど結局一度も取れずか。中日の未来考えたら大島には悪いけど代打の切り札になってもらうのは仕方ない。ご視聴ありがとうございました。